チョンチャンネル山本圭一さんに日頃の感謝とそして結婚のお祝いのおでんを作りまーす。今日おでんなのでね、もう一回下ごしらえみたいなの全部しました。今からは大根やな。大根の皮を剥いてやっていこうって思ってます。これね、おでんとかってね、まあおでんだけじゃないんだけど、煮物とかって土の中にあるもんね。大根土の中にあるでしょ。水から煮ていくと絶対に煮崩れしないのね。他のをグツグツ煮ながら上から入れていくんじゃなくて、水からしていこうと思ってる所存です。私おでん上手にできるのよね。この自分で言うないう感じやけど、ほんまにみんなおでん美味しい美味しい言ってくれんねん。友達ここ来て食べた人みんな作り方教えてとかさ、余ったやつ持って帰るってみんなお鍋とか持ってくんのよね。私魔法みたいに作るから。でこれはね、結構ね、そんな分厚く剥くのっていうぐらい分厚めに剥くんですよ。その方が美味しいね。これ面取りは絶対しといた方がいいですね。私のおでんって何が違うかっていうと、パーって煮込んで沸騰して10分15分煮込んだら一回火止めて冷ますね。でまた冷め切ったらもう一回沸騰させて、でまた冷ますねの繰り返し。でなんで冷ますか言うたら、冷める時に味が染み込んでいくねんって一番。だからそうしてんね。で大根めっちゃ美味しいねこれ。大根めっちゃ美味しいし、子供もよう食べるから、いっぱい入れるわ。18歳、18歳っていうか18個、18個分入れよ。アホみたいにやっちゃえばいいや。こうやってこんにゃくとか入れて、これは一回あれしてるんですよ。こんにゃくのあれって言ったらあれやんか、あご抜き、うん、あご抜きした。で卵も全部こうやって剥きましたから、卵20個。こういう時の卵はね、 SM サイズっていう、 SM やったかな、 SM ってあのエッチなやつやな、 SM サイズか、とにかくまあ SM サイズかなんか知らんけど、一番ちびこい卵を選んだ方が数もたくさん入るっていう感じかな。もし卵剥いてる時に中の黄身が見えそうな時あるやんか、そういう卵はね、あえて入れないっていう選択を取ってください。やっぱりなんでかっていうと、その卵が煮てる間に黄身がぐちゃぐちゃって出てきて、なんか見た目が汚い汁みたいなのが、それが嫌やね。でここに手羽元も 4,50 本入るからな。あとはちくわぶと、厚揚げとかも一回もお湯で湯がき具合って油分とんねん、なるべく。じゃないとすっごい油ぎっしゅなおでんになっちゃうから、結構汁は多めに作っといた方が、煮ていったらだんだん減ってくるのと、あとお肉入れたりする時もあるから、美味しくなーれ、美味しくなり、美味しくなりやな。グツグツ言うとりまんな。カツオだしガンガン入れちゃいます。うん。なんかカツオ節で出汁取るとかそんなしたことないから、これでいいのよ。こんな雰囲気で味見しながら何度でもなるから。でここにうち醤油先生、これも新しいの買ってきてますから気にしないで入れましょう。お酒とみりんや。いつもガンガンにいろいろ測んねんけど、もう信じられへん目分量。雰囲気でしかないね。雰囲気でしかねえかな。みりん高そうなみりんやもらって、高そうなみりんやわ、すごいわ。よし、今みんなこれの色を見せてあげよう。こういう色でしょ。これがもう抹茶茶になりますから、最終的にはこの梅雨の色がこれと同じぐらいの色になります。そこまで持っていくね。昆布は明日入れようか、もうちょっと濃い口入れようかな。何の味もでいい、お湯の味やな。もっとカツオ出しちゃった方がいいか。これ初めはめちゃくちゃまずいね、から仕上げていくね。何回も同じことやる、さっきも言ってる話になって、もう一回言うね、私何回も。一回ぐわっと強火でやって、よし、一番弱火にして、これで30分ぐらい煮込むかな。今はね、全然美味しくないです。味見してて、信じられへんぐらい美味しくない。そしてもう味もない、ヘタクラもないんですけど、山本さんに召し上がっていただくときは、最高の美味しいおでんになっております。